放題始まりました。出題形式別演習講座になりますね。まずはそうです。空床補充問題ですから今までですね。皆さんが習ってきた知識を使ってですね。いよいよアウトプットする時になりましたので、やっていきたいと思いますね。今まではさ単元が決まってたからはい、時制ですよ。とかね。はい、関係詞です。よって言ってたんで、もうその？ ところの問題が出るに決まっているわけじゃないですかで、そうやって勉強してきている人も多分いると思うんですよ参考書とかでもねでも実際の入試問題っていうのはそういうふうに出るわけではないですよね全部バラバラに出てくるわけじゃないですか単元がそうだから単元別の勉強をした後は必ず出題形式別の演習に移らないといけないわけなんですよなので、えー、当然ですねこの講座もきちんと出題形式別やっていきますので皆さんがね今まで習ったことを出せるようにしてみてくださいはいではいきますね はいではいきます最初は空所補充問題になりますねそうですまあ、今までやってきたのとそんなに変わらないですからそこは困らないですねただ皆さんは単元が一体どこの単元なのかっていうのを見抜かないといけませんね、えー、そこをできるようにしてくださいはい最初は駒沢大学ですわかんないです皆さんがどう描いているのか駒沢のねレベルは、えー、結構やっぱり基礎ができてない人は解けない問題になりますのではいではやっていきたいと思いますねはい困らないでくださいよっ ざらない <laughs> はいいきます The <This> figure なんとか The result of the experiment conducted by an authorized governmental organization っていう風にですね Represents, react, relieve, replies っていうです、ね、さあできましたでしょうか、うん、ではいきますが今回からですねそうです文法事項とか関係ないので何が問われるかわからないってやつなんですが今回は一体何が問われているかわかります そう represents react relieve replies ってことはそう全部そうね動詞の語法っていうのが、えー、問われているだろうなっていうのはわかるわけですただし文法事項も入っているね this figure ねまあこれ数字ですねこれ数値っていうやつですねあフィギュアって言ってあのねこのフィギュア <laughs> これみたいいいなななののねねああうをください、ね、フィギュアなんとかって言ってん、ね、そうですね3人称単数だからまず「REACT」と「r e l e v e は違うだろうなっていうふうにはまず思えてくださいねそう S ついてないから「REACTS」リアクツ「r e l e v e になってないですよねまあ意味もねちょっとおかしいんですけど、はい、で「t h a result of the experiment」ですね「Experiment」の結果って言ってますね 実験結果。もうこれだけで簡単なんですね。もうこれだけで答えは出ます。というか、もう後ろに The Result ってあった時点で答えは represents ですね。終了ってやつです。えー、なんでですか ?represents ね。表す、show みたいなですね。this figure shows、ね。この結果を表してみますよ、この数値はっていうのでおしまいですよ。reply とか、まあこれもそうですね。react ってどういう動詞だか知ってます そうそうそう自動詞ってやつですね react to とかさ p l y to ですねこれに答えるとかこれに反応するとかですねちょ l i リリーブはね解放するとかそれは全然違うっていうのは分かるんですけどそうですねなんで他動詞として使えるのが represents ですからねはいこれで終了っていうふうになるわけなんですね。 でまず最初に言っとくと、そこだけ見れればいい。今回であればディスフィギュア、何とかディギュアこの時点で終了です。一瞬で答えは出るんですよそう。これをできるようにしてもらわなければいけませんです、ねで。見てわかりますね。関係ない部分がめっちゃいっぱい書いてありますね。そうなんですよこういうのをどかして、ですねこの肉、皮をそぎ落として、出題者が問いたい骨を見抜くっていうのがこれがポイントです。全然関係ないこといっぱい書いてありますね。そうううですこういうのに 困らないですね。困らないですね。<laughs> はい。頑張ってやってくださいね。はい、で一応、受験ですから、ちゃんと見ておきますけど、はい。ね。Conducted ですね。はい、えー。この実験とかを行うとかっていうのでよく出てきますね。Conduct research とかね。Conduct a study とか。さまざまな形で出てきます。これによって行われたよ。Unauthorized ですから、えー、権限を与えられてる。で、Governmental Organization、ね。Government の Organization ですね。はい。 せっかくなんでね、アクセントもやっていきましょうか。ガバメントですね。ガバメントですね。エンタルって来たら、もうここにアクセント確定ですね。オーガニゼ i ション、ION で終わったらアクセントここに確定ですね。1個前の母音に必ず来ます。エンタルとエ t ションですね。はい、なんかそれアマゾンのマークみたいなた <laughs>、はいで。そこです、ね、権限を与えられた政府組織によって行われたこの実験の結果を。 こめちゃくちゃ長いしめちゃくちゃ、ね、難しい表現も結構いろいろ入ってて分かりづらいんですから分かればいいのはたったのここだけだったってことなんですねじゃあ一体ですね皆さんはどういうふうに勉強していくのかっていうのをやりますねまあ空所補充問題とかって言われるやつなんですが解き方なんですがまあ一番有名なのは え文法と言われるやつです。今回であれば、あ、this figure ってきてるから三人称単数の s がつかなきゃいけないなっていう文のルールがありますよね。えさらには語法というので解かないといけない時もありますね。わあ <laughs> <laughs> じゃないですよ。語法ないよ。はいで、まあある意味文法のちっちゃいくらいになるのがこの語法っていうやつなんですけども、語法っていうのはそれぞれの単語のルールです。 だから今回であれば「React」だったら「Reply」だったら自動詞で「To」が必要ですよねとかってやつです。だから自動詞・たどしっていうくくりで考えれば大きい文法なんですけどそれぞれの単語がどういう形をとるかっていうのを考えると誤報っていう風なレベルになるわけですね。ねなんでこの「To」が必要で、ね、React」リアクトとか「Reply」には「To」が必要」っていう、ね、ここの知識も問われることがありますよねでさらにはいわゆる語彙ですね。 単語のその意味をきちんと分かっているかっていう問題ですね。それが分かっていないと答えることができませんよっていうねその単語の意味知らなかったらもう無理だよそれらが全部バラバラで出てきますのでやっぱ文法はね解けてほしいんですよ。今までやった知識でね確実に正解してほしいんですが誤報、まあ、とか語彙はねやっぱ知らないと解けないっていうのが結構出てくるのでそこは要注意です。だから想定レベルとかになったらそれは知らない語法や知らない語彙が出てくるっていうのはよくあることなんですがそれよりもしたマーチレベル とかまでだったらまずは文法は確実に解きましょう。で、語法や語彙の知識はまあ問題をやりながらどん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 増やしていきましょうねっていうそういった形で勉強していくっていうのが大事になってきます。はいでは第2問目に行きましょう。In Japan, some fish are eaten not just raw, but なんとかって言ってますね。さあ わかかりますか、はい、日本では、サムフィッシュ覚えてますかフィッシュっていうのは単複同型でしたね。単数形も複数形も同じ形。今回はそう複数ですね。あが来てるからあこいつは複数だっていうのがわかるしで、まあ、サムついてるからね。サムフィッシュ eaten で、食べられますよ。not just raw。はい。not only but also ですね。これね。not just っていうこともできますね。生のままで食べられるって言いますね。 から生のままだけじゃなくてさあんで食べられるんでしょうと、ねね。生きるために食べるんでしょう。と。そもそも「LIVE」は自動詞で受け身にできないからで、はい、そうです答えは「アライブ」ですね。はい 生たままま食べられすよってね生だけじゃなくて生きたまま食べられますよ。ちょっとね、これ特殊な構文なので、ここに何で形容詞ポコッと置けるんですか、そうそうそう、結構特殊な構文なんですけど、こういうね、えー、生のままで食べる、eat fish raw とかって言えるんですよ、生で食べる魚をっていう風に言えんですね。もちろん、eat raw fish って言ってもいいですね。はい。えー、raw fish って言えば、それ生の魚っていう風になります。 でこのアライブっていうのはですね結構厄介でこの必ずですね保護にしかならないってやつですね名詞を就職できないっていうのが問われることがよくあるのでそこも押さえておきましょう例えば Live Animals とか、ね、生きてる動物他にも Living っていうこともできます Living、ね、Animals っていうふうにもできますでも Alive Animals とは言えないですねこれが めちゃくちゃゃくくよ問われますこの前からかかるやつのことは何て言かしてますそうそうそうだいぶ昔になりましたそ限定用法ってやつですね名詞をこうやって修飾して前から修飾して限定するってやつですそれに対して保護になるキャラクターはそう,そうそう「呪術中用法ってやつですねそう呪術中用法になるのでこうですね「These animals are alive」これらのアニマルズは生きていますよみたいな形で保護として 使うキャラクターってやつですねこの A がついてるね A がついてるやつってねまあアウェイクとかもそうなんですけどこのジュジュ用法でしか使えないっていうので出てくることがありますので押さえておいてくださいこやつは問われることがありますいや結構で、ね、意外とマニアックな文法事項も聞いてくるんだなっていうのが印象ですねはい次です The professor gave us 何とかアドバイスですね。ほらやったでしょこれだ問われるんですよ好きですねやっぱりね そうアドバイスは覚えてますね。そう何度もやりましたけど、不可算名詞ってやつです。不可算名詞だから、アンなんかつけられないですね。アドバイスなんていうふうに言うことはできません。メニーもそうですね。まあ、そもそもメニーつけてるんだったら、こっちにも S がついてるはずだろうっていう感じですね。A large number of 何回言えそうですね。A large number of 多数の多くのって言って、後ろには複数名詞が来ないといけませんね。A large number of students とか。 A large number of computers でもいいですけど、とにかく S がくっついているやつがこんな経験ない。はい、だから答えは B が正解です。Many pieces of advice ね。A piece of advice って言えば アドバイスは数えることができますねアドバイス自体は数えられないんですけどメニーピースとかっていうのをくっつけるピースをくっつけてアピースオブアドバイスとかいうことができますねファニチャーもそうですね数えられないですけどファニチャー自体はでもアピースオブファニチャーって言えば数えられるようになりますね、はい、こういうふうにピースのようにして境界線をくっつけてやる場合は 数えることができますだからピースは数えられるのでだからメニーピースっていうふうに言うことができるわけです。プロフェッサー、はい、教授が私たちにたくさんのアドバイスをくれました。あピースは大丈夫ですねそう。こっちと間違えないようにくださいね。平和っていうのとピースですね。こっちとこっちスペル違いますので意味は、ね、違いますのでこれ気をつけてくださいね。ワンピースって言った場合のねこっちですからね。平和じゃあ,ありませんの、ね、で。 ワンピースは平和 <laughs> さ, <laughs> さあやめておきましょうね。はい、<laughs> ということでこんな感じでですね問題をどんどん解いていきながら今まで習った知識の復習さらには新たに身につけていきましょうというのが今回からのテーマになりますのでぜひ頑張ってやっていきましょう。はい、この動画がよかったら高評価<タッ>、チャンネル登録よろししくお願いします 術演習空所はい、今回もですね、駒沢大学の問題の続きをやっていきたいと思います。はい。さあ、ではやっていきましょう。<laughs> uh, his talk lasted for 何とか、and the words followed by our question and answer session. ああ、これよく出るやつですね。A が1 and a half hours。B が1 and a half of an hour。C が1 an hour and a half hours。D が1 hour and a half of h o u r ややややこここししいでですすねね出るんですこれよく,、ね、ややこしくて1個しかないもうこれ見て一発でもうあこれが正解だっていうのがわかるんですけどもう1つしかないですこれはねよく出るし自分自身もねこれね留学中にね覚えたんだよこれねややこしいから何度も何度も声に出してやったんですけど one and a half hours は合ってます問題ないですこれで1時間半っていう表現です。 1.5っていうのはです、ね、複数扱いなんでお気をつけてください。1を超えれば複数扱いなんですよ。だこれも何度も唱えた。one and a half hours, one and a half hours, one and a half hours っていうふうに何度も何度も唱えて覚えた表現です、はい。B みたいな表現はないですね。C は an hour and a half ですね。 これです。これだったら OK です。A half hours, an hour and a half っていうのだったら OK です。なので、どちらの表現も知っておいてください。One and a half hours と an hour and a half っていう表現ですね。やっぱここはワンでもいいです。One hour and a half でもいいですが、これできちんと覚えておいてください。D みたいな言い方はないですね。で、これで覚えておいて、本当に出てきます。間違い探しとかでも、ここのアが抜けてたりとかですね。よく問われるポイントなので、押さえておかなきゃいけません。 1> 1. なのでで複数ですかねこここのポイントですねもう覚えちゃってくださいこれで時間だけじゃなくて距離とかでも出てくるしここが1じゃなくて2とか3とかにもなりますから2 and a half hours とか、ね、出てくるので昔ね2 and a half men っていうです,、ね、すごい有名なシッコンですね「チャーリー・シーン」っていうですね非常に問題児がですねほとんどのエピソードを酔っ払ったままやってたんですけどその2 and a half men っていう世界で一番人気があった。 コメディードラマです。2人男性がいて、で、ジェイクっていうね、息子が息子がいて、息子がハーフです、ね、まだマンにはなってないからっていうので、2 and a half men っていうので、これで覚えましたね、自分はほら同じ形で、2 and a half hours とですね、2 and a half men っていうの同じなんで、えー、これアメリカにいるときに自分はこうやって覚えた表現ですね。で、見る必要もないんですけど、一応お勉強のために見ておきますね。Talk lasted for のハーフアっって書いてあって、書いあラストどうして使ってるからそそそうそうそう続くっていうやつですね。続いて彼の話は続きましたよって言ってます。はい。And words followed by ですね。t His e h talk was followed by ですね。これについて来られたって言ってるんですが、ついて来られたってことはですね、こっちの方が後に来るんですよ。間違いないでフォロードバイトはこれなんかこっち向きで重心したくなるじゃん。 ね、ついてこられたでもついてきてる人がねこうやって2人並んでてついてきてるって言ったらどっちが後ろにいますかこうやって A さんの後ろを B がストーカーしてたとしたら B さんの方が後ろにいますねだからこっちの方が後ろなんですよだから1時間半続いてその後にこれがあったんですねこれが続いたはい and です、ね、これが Q&A ってやつですね質問と 回答質疑応答セッションが続きましたよってうそういう表現ですこの続くのラストも狙われるし be followed by というのも入試で問われることがあるのでここもきちんと押さえておきましょうはい次 The newspaper reported that こうだとリポートしましたよ The international company bought up the small company But that is not 何とかですね情報が少ない <laughs> そのニュースペーパーがこうやって言ってインターナショナルカンパニーがバラですね。これ買収したっていうですね。そのちっちゃい会社をです、ね、具体的な名前出せるって思うけど、はい、A から始まるので言い換えると何とかします、ね、そう,そう,そう。アクワイアっていうですね。これも買収するっていう表現ですね。ア、はい、クワイアっていうのは求めるです。求めてたものに到達するっていうんですね。インクワイアとかね、ありますよね。 買収したというふうに報じたけど、that is not, なんとか、ねはい、これめちゃくちゃ出ますね。毎年毎年いろんなところで出題されますね。じゃないですか the case, that っていうふうにもうこれフレーズで覚えちゃっていいです。That's not true.That's not true.That's not the case っていうですね。それは本当じゃないよっていうですね。これもめちゃくちゃ出ますよ。国立でも出るし、難関次第でも出題されますね。だからこれ、空書補充になってることすごくありますよ、長文中の。なんで、えー、これはきちんと押さえといてくださいですね。で、このインターナショナルすごいカンパニーが土っこいですね。会社を買ったって言ってんだけど、それは嘘だったっていうね。はい、そういう話になりますね。

前置詞の後ろには動詞の原型はおゃまへんですからはいですねもうさよならさよなら,さよならですね、はい、B とか HAV とか g i とかですねさようならですそう ING ですね前置詞の後ろには同名詞だったら置けるんですよねそう塊全体で名詞の働きをするのが同名詞ですから、A、答えは聞いていく。 スピーチってねちょっとわかんないと思うんですがキーノートっていうのはキーノートスピーカーとかって言ったりしますがメインですそうキーですねこのメインになる人のスピーチだと思ってくださいそのメインの人のやつのスピーチであったカンフレンスカンフレンス大丈夫ですかこ会議ですね、まあ、ちょっと大きい感じのね会議のことカンフレンスなんて言ったりしますねその会議でその自分がこう主要なメインの、ね、スピーチをするっていうのはやだよやだよってことですねそのやだやりたくなかったよっていうふうに言ってるわけですねこれれだってこれ え意味上の主語はこの人ですかね I ですから、ね。スピーチする人ですから。もちろんね、ギミングなくてもね、そのキーノートスピーチを楽しみにしているんだったらありえますけど、この人が自分でスピーチするんだよっていうのがわかる、ね。スピーチするの嫌だったよっ。はい、look forward to ING ですね。いっぱいやりましたからね、今までね、2プラス ING ですね。きちっと復習しておいてください。はい、various new laws have been put into place to なんとか musicians さまざまなローズカって書いてて、で、e c t protect i v e l y p r o t e c t i v e p r o t e c t i v e という形で、はい、いろんな品種ですね。で、見ていきますね。さまざまな新しい法律っていうのが、プリントプレイですね。執行され。まあ、これセットフレーズですね。プリントプレイス。で、トゥーなんとかって言って、この後ろですね。 っていうのがほら来てるじゃないですか目的語が来てるっていうのがね分かるのでそうだからこの塊は動詞的な働きをしなきゃいけないはずなんでここの中ねそう塊の中では動詞になれるそうだから原型のプロテクトですねこれはまあ簡単だったと思いますねプロテクティブミュージシャンなんか防護のミュージシャンとかって意味わかんないですからでプロテクト、まあ、A from B っていうので答えを出しても構いませんね これから守るみたいなですね。コピーワイズ1種ですね。はい、著作権の問題からミュージシャンたちを守るために様々な新しい法律っていうのが施行されました。よっていうふうになってるわけですね。はい。 これはそんなに難しくないですね。プロテクションは名詞ですから、こんなところに、ね、名詞を置くのも変だし、プロテクティブル副詞ですからね。なんでこんなところに全身の後ろに福祉を置いて、ね、就職できないですね。名詞を就職するのは形容詞でも、プロテクティブミュージシャンの意味はわかんないですから、はい、だから答えはえっていうのはすぐに選べるはずです。はい、次。Uh, you can find information on our new products in the catalogs なん、mm hmm. とか、every three months ね。ね ファインドインフォメーション見つけられるよ。はい、オン。やりましたね。これもね、何度も何度もこれに関しての情報だよ。はい。で、私たちはニュープロダクトですね。ニュープロダクトに新しい製品に関しての情報を見つけることができます。インダーャラログですか。カタログの中でって言ってて、はい、どういうカタログですか。ディス t リビュー t e ン d ディス r リビュー i n ング、アー d i s テ r i b u t ィング、アーディスティリビューティまずそうですね。動詞を増やすためには、そう、接続詞や関係詞が必要ですけど、ないじゃない。こう、インダーカラログでこれね。 で全知識足す,、ね、す名詞ですから新たに動詞置くことなんかできないから、はいはい、R Distributing でも R Distributed <laughs> でもおかしいですね。で Every3 Month、はいやりました、ね。基礎英文法講座の方で、えー、話しましたよね。3ヶ月ごとに3ヶ月おきにとかっていう表現でしたね。こういう場合だったら Every 置くことできますね。 普通エブリは後ろは単数名詞ですよね。every boy とか every girl なんだけどこういうふうに時間表現とかセットで塊みたいになってるやつだったら every h r e 3 months みたいな感じで S がついても使えるんだってやつです。これで3ヶヶ月月ごととにににおきにという表現になりますねでじゃあはいどうするんですか3ヶ月ごとにカタログさんが配りますじゃ意味わかんないですね。 ディストリビュートする、ね、でしかも配りますって何を目的はないですよ、こ、ね、こは福祉の塊ですから、ねうん、あっても3ヶ月ごとを配りますよ、意味わかんないでしょそう。だから答えは過去分子ですね3ヶ月ごとに配られるカタログの中に私のプロダクトの情報は入っていますよという方、はい、きちんと動詞を増やすことはできないよ。 勝手にに詞を増やすすためには接続者関係者が必要ですよ今回は接続者関係者いらっしゃらないですからだから「う」とか「え」はダメである。でじゃあ分子がかかるしかないですね分子かかる時にカタログは配られる側ですね,ねカタログは配る側じゃないですねっていうかかる相手との手術の関係で答えを出すこともできるしあディストリビューは多動詞だ他動詞の後ろには目的語は必要だからこれおかしいな、ね、えこっちはいいんですかそうです、ね 受け身にすれば目的語が1個減るだから構わないですね後ろに目的語なくて構わないっていうのでパッと解いて構わないですね。はい、という感じで持ってる、ね、文法知識っていうのをうパッ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 と使ってですねスッ,スッスッと、ね、解いていってほしいです。もちろん、ね、文の意味をきちんと理解するっていうのも大事ですよだからちゃんとやってますね最後には。ただ、ね、試験会場であなた時間がないかもしれないじゃないですかそういった場合は今まで習った知識のどこが問われているのか何が問われているのかを見抜いてでそこを見て であ来たきの糸って思ってそこの、ね、骨をずばっとです、ね、切ってやってください皮とか肉がいっぱいくっついて関係ないものが山ほどあるからその中からきちんと出題者が問いたいところを見抜いて答えを出すっていう癖をこれからつけていってください。はい、この動画良かったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします 講座が始まりました。主題形別演習講座の空所補充問題3番目になりますね。今,ね、はい、ね今回も東海大学の問題やってきますね。さっきねそう、スタッフがね、書いてました。これ一生懸命ね。見たらね、都会大学って書いてました。さっきね、どこ都会大学。田舎大学とかあるのはい、いきます。FB なんとかの meeting tomorrow, we will be on time for the ballet. ね、あ、b a い、l e t ですね。あ、そうそう、フランス語ですね。これバレットじゃなくて、バレーって読みますね。 あのブーケットじゃなくてブケイとかねビュッフェ、ね、あれバフェットじゃなくてバフェイですね語を読みする場合は、はい、Cancel will cancel will be cancelled will have been c a n c e l e d、ねはい、もう簡単ですね、so、We will be on time っていうふうに B on time 間に合うよっていう未来のことを表していますがそうやりましたね主節より前は全体で復讐になるんだからはい やりました、ね、if もし」っていうやつね、はい、条件ってやつですけど、はい、時条件の福祉設の中では未来のことでも何系だったんでしたそう Tomorrow っていう未来がくっついていても現在系でしたね、はい。ということで一瞬でやっつけることができる「やったぜ」ですね、はい、楽勝じゃないですか、ね。だからもし私たち明日のミーティングキャンセルすれば会議をキャンセルすれば明日バレエにですね間に合うよって言ってるわけですね。 ババレレーーボールののじゃないです踊る方のバレーですす踊るね、はい、でこいつらはみんなウィルがついてるからおかしいし「う、まあ」ウとか「え」はさ受け身になってるのも変じゃないこのミーティングっていう目的事っていうのに受動態になってるの変だし私たちがキャンセルされるとかって意味わかんないですね。はい、ということでそういうふうに文法知識で一発で解ける問題でしたからこういうのは楽勝ですね。リバポールおおいい技術ですね。 ビートルズのホームタウンとして有名なんですね。さあ、どうでしょう。で選択肢 why, where, who, which という形で、そうですね、関係詞の問題出ましたね。さあ、入れなきゃいけないんですが、そうですね、where に飛びつかないんだっていうのをやりましたね。おお 「場所来てる」「もうウェアじゃん」とかってやってしまってはいけないって言ったやつです、はい。後ろ見てみるとほら「イーズ」っていうのが来てますよね。「イーズ」の前にそう主語ないじゃないですか。そうですね。欠けてますね。なんでっつったらこいつが主語になるからです。主語は何詞ですかそう名詞でしてね名詞になるのは関係代名詞ですね。こいつは関係副詞だからダメだってやりましたね。「Y」とか「ウェアは関係副詞です。 だからダメはい、で、who、which、どっちですかって言った場合 who は無理ですねレイブップは人じゃないですからだから答えは which でやるっていう風うに答え出さなきゃいけませんはい。先行者は人以外だから who は ダメ人以外の場合はウィッチそして名詞の役割してるんだから関係代名詞じゃなきゃいけないでカマ作りもやりましたね覚えてますかそうそうそうね固有名詞っていうのは限定する必要がない制限する必要がないものだから非制限用法であるって言ってますねイングランドの北西部にあってとして有名ですねビートルズの故郷として有名だよっていうふうに言ってます はい、she was afraid of having her ring, なんとか。So she never took it off her finger.、ねはい、Be afraid of. コースの恐ろしい背景、はい。さあ、一体何って言った場合にそうですね。ハーブ、足す、目的語、For ですね。ハブの語文系ってやつですね、えー。スティールだったら、ほら、王とシーにはどういう関係が成り立つんですかそうそうそう、ね、主語、述語の関係が成り立つんだから、リングが盗むはおかしいですね。ありえないでしょ。 リングが,うう、ね、ングがスティーリングもそうですねありえないしまあ基本ハブは OC の C の位置に ING は来ないで覚えときゃいいってやりましたね。 そうだから答えは stolen ですね。はいこれでリングが盗まれるっていうふうに、はい修語術語の関係がきちんと成り立ってますよね。はい stolen っていうのは過去形ですから、はいこれも全然合ってないですね。こんなところにいきなり過去形の動詞ポコっと置かれるのはおかしいですね。はいだからリングが盗まれるのを恐れたんですね。彼女はリングが盗まれるのを恐れたんで、だからそのリングを取ることはありませんでしたっていうやつですね。 はいスティールは誤報が厄介ですからきちんと見ておかなきゃいけないですね,ねスティールとややこしいロ o v っていうのがいるのでその違いをねちゃんと分かっていかないといけません見てみましょうっていうのがあったとしますね somebody stole money from the bank っていうのがあったとしますじゃあこれをロ o v を使って言ってみてくださいロ o v 使うとどうなります ?ROV や V じゃ ROV のやつですねはい、どうなります っていう形になりますね。そう、この違いが厄介なんで、きちんと覚えとかなきゃいけないですね。はい、上の方スティオですが、スティオっていうのは？目的語に何が来てます。そう、盗むものが来ますね。うん、でどっから盗んだのって言った場合に、この後ろに from が来てね。こっから盗みました。ベンクから盗んだんですよ。っていう風にね。銀行からお金を盗んだっていう形でこういったスティールものが来ます。それに対してはい、ワーはどうなってます？ 誰かがそうこの盗んだとこ盗む相手ですね、こいつね、これがロブの目的後に来るっていうのを分かってください。まあ、よくね、人って言って、人をぶものっていうふうに言われたりするんですけど、ね、ちょっとまあ今回は銀行なんで人ではないですけど、一応、人にしておきますね。人をぶもの。で、上はもの、from 人。 っていうですね感じになるわけですはい。なのでこの違いが厄介ですね使い方が違うね。前置詞も違いますし目的語に取るものも違うっていうので非常に厄介になるわけですねただしねあんまねロブの場合一応習うじゃないですかロブ人オブモノとかって習うんですけどあんま出てこないですここ まあ、そもそも銀行の、ね、場合は絶対盗むのもお金だっていうふうにわかるんじゃないですかだからあんまりねこの部分は出てこなかったりすることが多いと思いますねまあ、そうだよねわざわざ銀行に行ってえ「お前ちょっと配ってるあのティッシュくれ」とかってね入るやつはいないと思いますんで、ね、でこのだ盗む相手っていうのが来て相手だけが来てオブ以下は来ないことが実は多いですねじゃあこれ 受け身にしてみましょうそうなんですよこれを受動体にするっていうのが厄介なんですよできますどうですかサンバレスタオマネまあバイサンバディってあんまり言わないですね誰だか分かんない時ね、えー、受け身ってよく使われるって言いましたけどさどうしますそうそうそう目的語を前に出しますよねだからここが was stolen こういう形になりますねもともと目的語だったやつが主語に来るだから主語には 盗まれるものがやってこないといけないんですね。盗まれます、これが。じゃあ、ラブはどうなりますそうですね、ラブの目的には、この盗む相手ですね、人が来ていますから、だからこいつを前に出してやんなきゃいけないんですね。はい、特ううに、ロブの場合は、The bank was robbed っていうふうに。 なりますねこの盗む相手っていうのが主語の位置に来るよそうこれがよく狙われるわけですよさっきの「スティール」と「ロブは」はああ何となく知ってるなのに受け身になっちゃうといきなり分かんないっていう人ねよく出てきちゃうので気をつけてくださいだからこれ「マニー・はズ・ロブド」とかって書いてある人もいるし「バンク・クズ・ストール <laughs> だいぶ銀行ごと持ってかれちゃうんですねっていうので間違える人が出てくるのできちんとこの形も覚えておきましょうでさっきと同じようにこれも省略されることが多いですね それれははバンクでで盗まれるのはマニーだろうっていうことここっち相手にやっぱ焦点が当たるのでこの盗まれたものよりもこっちにです、ね、焦点が当たるのであんまりここ出てこないということが結構多いです。それに対して上っていうのはやっぱお金に焦点です、ね、こう盗むものに焦点が当たるのでなん、ね、か別にこれも出てこないことはありますね。 どこから盗まれたかっていうのは言わないことも、まあ情報として足したいんだったら足してもいいんですけど、っていう違いが実はあります。で、やっぱり結構多くの人はスティールの人「steel」モノ from 人、rob 人 of モノ」って覚えるんですけど、そうじゃなくて、え具体例ねここに載っているようなものを使って覚えてください。そうすればわかるでしょ。で、自動的にわかるじゃん。どっちが物でどっちが人かっていうのはさ、ね、自動的に分かりますので。 どっちが人でどっちが物かっていうのは具体例を覚えておけば自動的に分かれますでも「人」「物って覚えておくと「具体例をさあ出してください」って言われた時に出せないってことが多くなりますね。だから具体例で覚えておく O と,、ね、と C には手術の関係が成り立つわけですからリングは盗まれるものですから。 だから、ストーンじゃなきゃいけないわけですよ。ここをロブとかっていうのは置くことができませんねそう。だからここにロブとかがね、さらに選択肢に入ってくると、より難しい問題になるんですよ、これ。<noise> はい、では次ですね。I didn't bring anything to write with. Can I borrow that? なんとかっていうふうにしますね。はい。To write with って書いてあるから、まああんま関係ないんですけど、ペンを借りるって書いてあるんで、関係ないんですけど、これ一応やったの覚えてますやった気がするんだけど、やってないですかやった気がする。write with の場合っていうのは、with Anything になるわけですけど、with 何々ってやつだから、そう、書くものですね。これね、ペンとかないかってですね。with a pen ですから、道具の with とかって言われるやつね。I didn't have anything to write だったら、そう、書く内容のものがないですね。write anything だから、書く内容が私何にもないですよっていう意味ですね。で、この場合は、write with なんで書く、このね、道具がありませんっていう意味ね。書く道具を何も持ってきませんでした。write on だったら、 そう書く場所ですね。ペーパーとかがないですね。書く紙とかがない。I didn't bring anything to write on って言ったら、紙持ってこなかったよとかっていう意味になります。で、セミコロンがあって、まあ、だからみたいなね、関係を表していますけど、まあ、後ろに SV が基本セミコロンはやってきますあの。コロンの場合は別に具体例の名称を並べるとかでも全然構わないんですが、今回はセミコロンで、でセミコロンがあったら新しく動詞を置いていいので、はい、Can I b o r o that? 借りれますかって言って、あ、ペンを借りるんだなっていうのがわかります。 t h だと、that your pen です、ね uh, that your と一緒に使えないですね。まあ、これ同じ位置に入るものが2つ並んでるっていうのはダメなんですよ。That pen だったらいいし、your pen だったらいいですけど、That your pen は無理ですね。 The pen of yours 問題なないですね The pen of you でなんとなく言えそうですけどダメです。で、「だっ」「your's pen」<laughs> むちゃくちゃでしょう、だっとの後ろに名詞「your's」来てさらに名詞来てなんかもうぐっちゃぐちゃですけど、はい、そうしたこれとこれで悩んだと思うんですがそうです、これが合ってるんですええー何あなたの,その持ってるペンの中のそのペンってことなんですけど「your's」<laughs> って言うのは「your pens」あなたのペンの中のそのペン貸してっていうことなんですよ。えーって思うかもしれないですけどいやいいんですよ、これでね。 わかんないよ、そんな見たことないって思うかもしれないですけど、いや、そんなことないです。っって知って知ます、ねはい、ああ、私の持っている友達の中の一人の友達っていうね、そうです。これと同じ形だっていう風に覚えておけば全然問題ないです。This friend of mine って言えますね。だからここ、yours になってもいいです。ど、ね、a friend of yours っていう風に言ったって構わないわけです。同じ形だっていうので答えを出すことができます。ただし、気をつけなきゃいけないのは、こいつになった途端に選べなくなるから、 気をつけてください。ヒズっていうところは所有格のイメージが強いじゃないですかヒズペンとかってねそうでもヒズっていうのはこの所有代名詞とかっていう名前が付いてるやつですけど同じ形ですねこいつもヒズですから、ね、I, my, me, my でしょ。それと同じですから「He, his, ヒズヘムヒズ」なんでヒズってこれで合ってるんですよこれ出てくると選べない人がよくいるので「フレンド・オブ・ヒズ」だったらえこれいいのかなって。 で選ばなかったりするとか、間違い探しでこれ間違ってんじゃないのって思っちゃう人がいる。後ろに何もないじゃんって勘違いする人がいるので気を付けてください。だからこれもダペン・オブヒズみたいな形で言うことはできるんだけど、あれヒズの後ろに何もない変なのって思って選ばないとかっていう人が出てきたりするので厄介なところです。はいこれですね代名詞の結構厄介なところなんでここはきちんと押さえておいてください。はいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 問題が始まりました。次第形式別演習空所補充問題の四回目になりますね。さあ今回は東海大学の最後になりますね。ね、いやすごい意外とねいい問題たくさん出して、まあ、最初はねそう東海大学だからえー、本当かいって思ったんですけどさあいきます。Some of our nursing students work for hospitals, なんとか for clinics around the country, and a few という書いてありますね。The other, other, others, the others. ああこれ似たたような問題ありましたね,そうですね基礎英文法講座でそっくりな問題があったと思いますがまず「Our Nursing Students」ですね何かしら介護の学生がいるんですけど「SUM」っていうのに注目だよね。「SUM」があってで「なんとか」があって。 最後が、a few ですね、えー。数人がって言ってます。ナチスティデンツが、まあ、ホスピタルで働いてて、h ランダ u n t r y 国中のクリニックスで働いてるの。まあ、まず、アダは単体では普通は形容詞だから、ほったらかしますね。問題は他のキャラクターなんですが、The Other って言ったら、残り一つだよね、の時にやるんだって言いましたね。で、The Others だったらいいんじゃないですか。じゃあ、これ、ね、他のスティデンっていう複数だから。 ですけど、これだったら、残り全員ですね。その他ってやつやったね。これね、覚えてますか。その他、全部、その他、全部っていう意味ですが、まだいますよ。こうやってやってる人もいるし。 こうやってやってる人もいるし最後はこれですすよっっててや,つ、ねはい、やったの覚えてますそう,こうやってやってる人もいるしこうやってやっっててるる人もいるし最後に特定される場合に the others とか the rest なんていうのが出てくんだってやりましたね。この最後の特定されるやつはここですから特定されてませんから others っていうのでやるんだってやったやつです。 でこうするとね、えー、ちょっとよく分かんないんですけどホスピタルズで働いて病院で働いててあれこっちも病院で働いてるなんですけどどういうことなんですかって結構なっちゃうんですけどハスペラウっていうのはですね基本は総合病院だと思ってください大きいやつですねいろんな科が入ってるすねそういうのをホスピタルズっていいますそれに対してクリニックスって言ったらまあだから日本っていうのはクリニックスがめちゃくちゃ多いわけですよ。ね、何かっていうのがまあちょっと小さい病院のことを普通はクリニックスです。 よくいるんですけど日本人はよくホスピターズに行きますとかってね作文で書いてあるんですけどホスピターズよりはクリニックに行く人がすごく多いんですよねそこ間違えないでくださいねそれは日本はクリニックがめちゃくちゃあるまあ、クリニックホスピタウズ全部合わせ で病院に行く率って言ったら多分世界一になるんですよねものすごい多くの人が病院に行くんですよねこれもやれません、ね、サムオブ所有格とか座がついてるやつですよねで複数名詞が来てナーセンスティデンスの中でホスピタオスで働いている人もいるしクリニックで働いている人もいるし数人はエレメンタリースクールで働いているんでまあ、保険の先生かなんかなんでしょうかね はい次、l people reported that they had seen bears in the nearby river, the police なんとか to the area というふうに言ますね。はい。やりましたね。だから狙われるって言ったんですよね。local people ですね。地元の人たちがこうだっていうふうに言ったと。ベアを見たよ。nearby river のところでっていうふうに言ったと。まあ、自分はカナダで見たことありますけどね、ベアはね。まあ、ベアはいる地域だったんで、全然普通のことなんですけど。はい、で、あ、ニ r バイ気をつけてね。これ、形容詞 で使う場合ね near by river ここをニア・リバーにしないでくださいね形容詞のニアってほとんど使わないので間違いないで普通はニアって使う場合はニアってなかなか猫みたいですけど猫広しみたいお店ですがニアって使う場合は普通電池で使ってくださいニア・ i リバー川の近くでみたいな感じで使ってくださいあ b ア・バイ・ v バー 形容詞で使うニアはすごく限られた例えばニアですとかですね品詞とかですね死に近い状態とかね限られた使い方でしかできないので皆様が使う場合はニアっていうのは基本は全知で使うんだっていうふうに覚えておいてください形容詞で使いたい場合はニア倍にすることが多いよっていうふうに押さえて,おいてくださいで、ポリースなんとかで言えばはい,いだから言ったでしょポリースは問われるんだってね入試好きだって言ったでしょ to the a エリアそのエリアにって書いてあってさあ やりますね、はい、えポ、ー、リースが線路を送るって何を送るのか目的語がないですねだからダメです過去形の線路も無理だし現在形の線路もダメですね、はい、じゃあポリースはそのエリアに送られる側なんですが WAS ななのかなのかか WAR ほらやったでしょだから出るんですよポリースは複数扱いってやりましたねそういうことですだから狙われるよって言ったんですよ一人一人数える場合は ポリースオフィサでしたね「あポリースオフィサー」だったら大丈夫ですけど「ポリース」は複数扱いだから必ず「わ」にならなきゃいけないんだよっていうふうにやったやつなんですよ。ちゃんとだから授業でやってるやつあれ偶然じゃないですかね。ちゃんと入試問題で問われるポイントっていうのをやってたんですよ基礎英文法講座ね。だからきちんと復習しておいてくださいね。 はい、次ですね。彼女は little chance of getting この返事が得られる、ね、ファンレターの返事が得られるチャンスがほとんどなかったっていう悲しい、ねえー、文なんですけども、そうです。if ん <laughs> とかってやつですね。これを知っていれば一瞬で解くことができますね。そう答えは if any. ってやつですね、あるにしてもほとんどないってやつです。で知ってますよ同性皆さんですね「if ever」と「if any」がわからないってなるんですよ。知ってますそれはエニーとイフ エバーだけけでで覚えよようとすするからけからわがんんないんですよでこれに対してね前に言ったの覚えてますか多分覚えてないと思いますけど「HardlyEver」と「HardlyAny」について動画で話したの覚えてますかその時にこの考え方はあとあと別のものにも使えますよって言ったのがこれですよく出てくるのでこうやつきちんと押さえておかなきゃいけない場合なんですよ。 if ever, if any だけで覚えちゃうからさっぱりわかめラーメンなんですよ。そうじゃなくてきちんと文で覚えておいてください。そうするとね、わかるんですよ。で、この文を分析してごらんなさい。そうするとあなたはわかることがあるはずなんですよ。まずですね、押さえておきたいんですが、基本的には、まあ、例外はあるんですけど、if any, if ever って出てきた場合ですね、前に否定語がいることに気づいてくださいね。little っていうのも really っていうのもそうです、ね、否定語だっていうのにちゃんと気づかないといけませんねほとんどないめったにないってやつですねでさらにこやつらの品種わかりますかこいつらの品種気づいてください品種はそうそうそう上は形容詞で下は副詞ですねでどかしてやればいいんですよほらまずどかしてみてくださいそうすると little チャンスになってますね。She had little chance. で、あるにしてもほとんどチャンスがない。だからチャンスは何しそう、名詞ですね。はい。下はどうですか ?She really めったに何々しない。She really gets up early ですね。早く起きることはめったにありませんよ。まあ私と同じですね。で、if ever あるにしてもってです。だから日本語訳もすごい似てるんですけど、後ろ入ってるのはそう、動詞ですね。Really gets up ですから。で、これで分かったでしょ 否定語の形容詞がいるときは、同じ位置に来る any が来るんですよ。any チャンスでしょ。ね、同じですね。前に否定の形容詞がいて、後ろに名詞が来ていると時です、そのときに any を使うんだっていうふうに覚えておけばいいわけですよ。ね、副詞来てますね。で、頻度を表す副詞の否定語だよね。ここもそうでしょ。これ、ever っていうのも、これね、never と同じ位置ですから、頻度を表す副詞じゃないですか。 でで後ろには動詞がいるわけですよでだからこういう時には「エヴァ」こういう時には「エニー」だっていうふうに分かるわけですね。後ろに名詞にかかる形容詞の場合「エニー」だし後ろに動詞がいるそして前に「レアリー」がいる場合は「副詞」である。簡単なんです実は。 すごく簡単なのに日本語訳も似てるしエニーとエバーでややこしいから分かんなくなっちゃうっていう人がすごく多いんですねなんで一つ例文を覚えてるまず、ねまあ後ろに来るので覚えちゃうっていう人も一個ありですあ後ろに名詞来てるあだからエニーだなっていうふうにやるのもありですあ後ろに動詞来てるあだからエバーだなっていうのもこれも一個のやり方ですただそれだけだと使えないです全然使い方まで覚えるんだったらあきちんと i f エニーの場合はエニーと同じ位置に来る否定語が来るんだだからリトなんかが 来るるんんんだなってていう風にしでですすどだからほとんどがとが little か few ね加算名詞の場合はここ「few」が来ますでこっちだったら「really」っていう副詞ですね否定の副詞やるにしてもめったないとかだから「seldom」とかですねが出てくるまあ透けやすいはね前にも言ったけど透けスすー自体をあんまり使わないけど、はい、ということですだから使い方まで覚えるんだったら前にきちんと否定の形容詞が来る。 や few が来るとでこっち「if ever」の場合は「really」とか「seldom」とか否定の副詞が来るときに使うんだっていうふうに覚えといてください,、はい。だからこれややこしいんですけどそんなに難しいことではありませんきちんとフレーズ単位で覚えるっていうのを実践すればできるんですよ。だから多くの人が本当にわざわざややこしくしくてる、ねえー、これはいろんなところでやったじゃないですかメイウェルメイアズウェルのところでもやったけどそう難しい部分ややこしい部分だけで覚えようとするからダメなんです。もっっと広広いいい視点を持ってください広い って思ってば全然難しくないですね。別のものとくっつけて覚えてやれば簡単であるフレーズで覚えれば簡単であるって。ものは山ほどあるんですよね。だこういう考え方を持ってください。そうするとですね。今まで見てたこうね。禁止的に近く見てたものが幅広く見ることによってあそうだったんだ。なんだ。実は簡単なものだったんだ。っていうことがわかる時が来るんですよ。この人は本当かいいや本当ですよ。 そのレベルになってくださいね例文わかんないんですよ例文とかどうやって見つけたらいいんですかとかって言ってる人も結構いいんですからそれ辞書でいいですからいろんな辞書聞いて自分が覚えられるなこれだったらとか覚えやすいなこのフレーズはっていうのを見つけてそれで覚えてくださいいいですね日本語訳だけに頼らないってことが大事になりますそうすることによってアウトプット側でもねレベルが上がるしまあ、こういうのねよく出るので入試ですねきちんとやっておいてくださいで、if ever とね、if any だけじゃなくて hardly ever hardly any に関しては動画出ていますのでそちらもきちんとチェックして,おいて くださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします <noise> ーでは始まりました空調本準問題の第5回目に行ってみたいと思いますね今回からですねはい大学が変わります、はい、今回はえ大阪経済大学をほなやってみようかはいでは行きましょう「<laughs> uh, show and discard なんとかユーティアデスカンア at many shops borrows funds lends and titles、ね」 さあどうですかね難しいんじゃないですか意外とね知らないよって人がね多いとこなんですよこの問題ねそうだから「え何大阪経済大学なんかどこか分からへんねん」とかですね下に見ちゃダメですよこういう問題ね解けなかったりするでしょしかも第1問目からでこういうね解けない問題持ってくるの結構やらしいよねはい。 で見てみましょうかまず this card、ね、このカードを見せることって同名詞の塊が出てますよねそれがこうしますよって言って後ろに「人」と「何々」ですね、まあ、A to B としておきましょうかこの形を取れるのは何かっていうですねあなたにまあディスカウントを与えるんだろうなっていうのは分かるじゃないですかなんとなく、ね、それを言えるかどうかバラウズ・ユーだったらあなたを借りちゃいますね意味が分かんないですねファンズ・ユー資金提供するですか えー、あなたこのカードを見せたらあなたに資金提供がこの2が意味が分からないですね。えー、レンズ貸す割引さんにあなたをお貸ししますとか訳、ね、わけかんないですすねそうです答えはになりますね。 これねちょっとね実は共通テスト対策講座で話してたんで覚えてる人はいたかもしれないんですけどまあ共通テストのね思考問題の方ではなんとかというね名付けるっていうやつだったと思うんですけどなんとかエンタイロードですねこういう名前が付いてますよっていうやつだったんですがでタイトルだからね名前を付けるっていうネームみたいな意味で使う場合と今回みたいにですねエンタイローヒトゥ何々ですねエンタイロー A トゥー B の形をとって A に B の権利を与えるっていう意味があります。 はいこれはハイレベルです、えー、知らない人も多かったと思うのでぜひ覚えておいてくださいエンタイローにはそういう意味があるんだっていうのを知っておいてくださいでさらにエンタイローヒトトゥー名詞の形とエンタイローヒト,トゥドゥですねトゥー不定詞も取ることができるので知っておいてくださいだここであればエンタイロスユーユ ギャラディスカウントみたいな形でエンタイロヒトトゥドゥの形も取ることができますので知っておいてくださいエンタイロヒトトゥー名詞エンタイロヒト,トゥドゥですねえ両方の形を取ることができるので知っておいてくださいここはね狙われるとねわかんない人が多いので特にここですねこのトゥーになるっていうのがポイントですねこっちは前全知のトゥーですねこっちはトゥステーションのトゥーですけどこれは確実に押さえておいてくださいはいだからこのタードを見せれば あですね、ディスカウント得られますよ。at many shops 多くのお店でって言ってるわけですね。バロー借りるで、レンドは貸すとかっていうのもね、これややこしくなっちゃってる人多いので気をつけてくださいね。はい、で、ファンドですが、そうです、資金を与えるってやってますが、ファンド、資金とかっていうので、知ってる土台のイメージを持っておくといいですね、ファンドっていうのは。で、それを知っておけば、これ知ってますね、ファウンドって、どういう意味ですか あもちろん「ファインド」「見つけるの」の過去形見つけたもあるんですけどこれが原型でそう「設立する」って習うじゃないですかそうこれ同じですねこの基金土台ですとか土台の部分を作るっていうので「ファウンド」ですね言い換えるとそうそうそう「エスタブッシュ」なんていうことができますねスタブリッシュには「sta」が隠れてますね はい、STU じゃないでしょ ?STA ですね。STA がこれはスタンドとか立つっていう意味ですねそう。だから立てる、設立する、覚えやすいですね。だからこの辺もね、ステイボーとかほら、ね、似てるじゃないですか。か覚えやすいですね。はい、こんな感じで覚えれば、えー、こいつら簡単にやっつけることができますので、はい、ファンドとファウンドね、つなげて覚えておいてください。あの会社、ほら、設立する人のことなん,て言うんですそうそうそう、ファウンダーって言ったりしますね。はい、これもね、出てくることがありますので、そのマイクロソフトのファウンダーだったら、 ビルケースでしょそういうふうに Apple ファ、er、ウンダーだったらスティーブ・ジョブズねっていうので長文中に出てきたりしますので知っておいてくださいはい次ですね Let likes her she Where、What、Who Which do、とか、ね、はい、Where, what, who, そうねこれもね言いましたよねよく出てくるポイントだから確実に押さえておきましょうって言ったやつなんですね、えー、まず Let はそうですね SVOC の C の1に原型取れますよってやりましたで O と C にはどういう関係が成り立つんでした そう手術の関係が成り立つよって言いましたよねだから彼女がするんで,すで彼女がすることがここに入りますねそこをちゃんと見抜いてくださいねはいここに目的語が入りますね「do」は基本多動詞ですからねそうするとそうですね名施設作りますね名施設を作って「she likes」「彼女が好き」ってきてるからそうです彼女がしたいことですねはいなんで 塊全体で目的語目的語になってい、ね、るし、塊の中でも名詞になるのはそう何度もやりました。What ですね。はい、Let her do what she likes、ね。彼女がやりたいことを彼女が好きなことをやらせてあげなさいっていう意味ですね。Where、はい、とかね、like <laughs> の後ろないですね。Who、彼女の好きな人を。 do わかるんないですね。Do, 人なんて言わないですからね。はい。だから変なし、do, which she likes.whichever <laughs> she likes とか,かな。そう言ね。はい。まあ、she likes のとこは she likes to do みたいな形でね。言っても構いませんね。let her do what she likes to do みたいな形で言うことも可能ですね。はい、次の問題ますね。 Please not t c h a n g e he said to the driver. まあ、これは簡単でしょう。これ簡単なんだけどね、英作文でね、この書き方すごい間違える人がいるので、一応そこにも触れております、ね。もうこれは簡単です。that change って来てるから、何だ change っていうのが来たらもうわかりますね。drop t h e change え。えお釣りを落としてください。<laughs> ってね、え he said to the driver に言うんですか <laughs> お釣り落としてそこに。<laughs> いね、そ広いなみたいなです、ね。そういうことですかそのありえないですね。 チャージ、うーん請求するお釣りを請求うん、ペイダ t チェンジでドライバーに向かって、ね、お釣りを。<laughs> そういう状況なのよ。お釣りを払ってください。うんですねそう。お釣りを取っといてっていうわけです。だからタクシーの運転手に言ってるんですね。お釣りは取っときな。キープ p t チェンジですね、はい。もうこれは知ってればそれで簡単ですね。まあ、ドロップ t チャージだったらいいけどねドロップ。でもまあ、あんまりドライバーに言わないから、ドロップ p チャージっていうのは、このね、告発とかさ、告訴みたいなね、それを取り下げるっていう意味ですね。 こういうのはよくドラマ見てたらしょっちゅう出てくるんですけどはい、はい、ということでキプタ p that が正解でした構文として he said で said の言った内容がこの点々の内容なんですよこ,こ,から、ね、こうなってるわけですねで to 人じゃないですかだからやりましたね say 物事 to 人っていうやつですこの o うとかだった場合は、ね、もちろん he said to the driver Please keep the change ででも構わないんですけどこういう語順で言うこともできるので知っておいてください。でまあ直接和法とかって言われるやつなんですけど結構間違いよね。<noise> He said to the driver カマしてこれつけて文を書くっていうやつじゃないですか。これできないね。めちゃくちゃ間違いが多いところなので気をつけてください。まあ、あんまり英作文でこれを書く人はいないと思うんですけど書いてくるとだいぶ間違ってる人が多いので気をつけてください。これ使う場合にカマつけて。 これで大文字からスタートです、ね、こ,これついてるのに小文字からスタートする人とかもかなりいるので間違えないように注意してください。あこれ結構よく使うからね普段の生活でこうやってやりますよこれね。これっていうのはそのこの人がこうやって言ってたよ。He said yes とかね,ね言ってたことを表す時もあるしあとは普通じゃないよっていう時にも結構使うんですね。普通の意味とは違うよ。まあ、長文中で出てくるじゃないですかよくこれがついてるやつってそうあれ普通の意味とは違うよっていう意味ですね。だ例えば You're so smart! って言ったら スマート大丈夫ですね。ね賢いっていうので習ってますね。細いって意味じゃないですか。You're so smart! って言ったら、スマートが普通の意味じゃないよって言うんですね。You're so smart! って言ったら、バーカって意うですね。はい。そういうふうに、普通とは違った意味を表すよっていう時に、この点々よく出てくるので、知っておいてください。はい、次。Shall we なんとか a l k a o Plan A or Plan B? っていうふうに言うんですね。プラン A で、なんとか、プラン B で、はい、答えは Go for ですね。これ知ってれば簡単ですね。えー、プラン a A で行きますそれともプラン B で行きましょうかっていう表現ですね。go for なんとかって。あ、プラ a A とかプラン B ってね、えー、これ、監視つけないですからね。もうプラン A ってもうこれ決まってるやつなんで、あとかざとかつけないでくださいね。do for、うんわかんないですね。live up はね、live up to とか、ね、知っておくといいですね。live up to the expectation とかね、期待に応えるとかね。 そういうい形で出てきますねリ o the p r ダプ i ミスとかよく出題されますね。一語で言うと何だか分かりますその期待に沿います。リ p to プ h e e エクスペクテーション。これやったような気もするけど、ね、Meet the expectation ですね、はい、こ,のこのミートですね。期待に沿うとか、要求を満たすとかのミートですね。これ非常によく問われるので、え知っておいてください。ここはね、狙われますので、ちゃんとしてください。ライ h t ップはもう、ライトアップするでしょう。照明つけるだったり、火つけるみたいな意味ですから、はい、全然関係ないですね。 ゴーフォーは非常によく使う表現ですの、ね、できちんと知っておいてくださいもうこれねルームメイトもよくね「ねこれやっていい?」とかっていうのに対して「いいよ」って「ゴーフォー it っていつも言ってましたからねはい、はい、次「Once Lived a Great Queen」ってやつですねはい「This That h e y There、ね」さあどれが入りますか、はい、でこのワンスは福祉のワンスですね そうするとわかりますね。あ、わかった分かった。リブ動詞があるから主語に入るのを探せばいいのかな。違いますね。リブって自動詞だとしどっちですか。そう自動詞ですね。自動詞は後ろに目的語を置けないですね。だからこのあ great queen っていうですね女王様はこれ目的語じゃないんですよ。なんで目的語じゃないのにここにいるんだって思うんですね。そうこいつね実は主語だからここにいるんですね。 え主語って lived の前でしょ普通前ですよねでもねこの構文の場合ね前じゃなくて後ろにいるよねそこでああそうかこれ見たことないけど気づいたってねいう人がいたらよくでできましたですねそうこれがさもしリフトがさ終わずだったらどうしますこれだったらすぐわかるんじゃないそうですねああはいはいはいだったら簡単に「there 入れられるわ」ってなりますね。 There was a great queen was a だったらすごいわかるじゃないですか。Great q クイーンがいましたみたいな感じですね。そこが lived に変わってるだけです。はいね、あるいるみたいなね、自動詞入れてくるんですよ。これね、厄介ですね。硬い表現ですよ、もちろん。なんかね、小説の1ページ目、最初のセリフみたいな。で、once lived a great queen みたいな感じでね。昔、昔女王が。 いましたみたいなねそういう書き出しみたいな話ですけどという感じでこの「there is」公文の応用バージョンですねはい B 同士のこの「is」の部分が別の動詞になってるっていうパターンになりますだからですとかね「they」とか「that」とか入れちゃダメですそんなことしたら SVO みたいな形になって LIVE はね SVO を取ることになっちゃいますの、ね、でダメですもちろん LIVE、ね、が SVO を取る時はあるんですけどその場合どういうやつですかはいそうですね LIVE A なんとか LIFE 同族、ね、目的語とが謎の名前が与えられてるやつですけど。 こういう形を取るときだけですね。Live a happy life とかね。Live a life とか。こういう形で同じような意味になる目的語しか取れないよ。でまあ、基本的には Live はライフを目的を取るで覚えておけば構いません。でまあ、ちょっとレベルを上げたいという人は Lead なんかも覚えておくですね。Lead はなんとかライフとかっていうふうに言うのも出てきますので、こういうふうに知っておいてください。今回は語法の問題がほとんどだったと思うんですね。この語の使い方っていうのが多かったね。まあ、今回ここれも本当この 構文の、ね、応用版知ってりゃすぐに一瞬で解けたと思いますし、ね、これも Go for っていうの知ってるゃ解けるし聞いたチェンジですね、はい、この使い方知ってるや解けるしこれは文法ですねこれはエンタイル t 人という物事っていうのを取るっていうのを知っているわけですねこういうふうにやっぱり語法の知識っていうのをね、えー、きちんと身につけていかなきゃいけないですねで5と5の相性コロケーションとかっていうのね、えー、こういったのをきちんとね身につけていきましょうはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします では始まりました。空所補充問題第6回目になりますね。第6回目第6回か6回目だね。はい。では行きましょう。はい。今回もね、大阪経済大学ないけどね。ちょっと科学の先生の真似した。<laughs> はい。で,、うん、では行きましょう。はい。The newspaper don't 何とか readers due to the price increase。 さあ had lost, ruined, まあこうねねいやこれだって入るじゃないですかとかってなるかもしれないですけどまあ一応ね最も適切なものって書いてあるじゃないですかこれね大学入試とかよくやるやつなんですよこういう場面だったらこれだってやりるじゃないですかみたいなねことがありえるからだからこういうのがくっついてるわけじゃ文句言わないでねってことですね はい、Due to the price increase っていうのがやっぱヒントでしょうね。Due to は因果関係を表す印ですから、はい、値段が上がったんですよ。Price increase が原因で新聞っていうのは readers ーーどうなるの ?Had うん、変だよね。値段が上がったから持ってる。まあ lost が一番ぴったりでしょう。lose だから失ったってことですよね。値段が上がったから、えー、その新聞高くなっちゃったのじゃあもう買わないっていうふうにね。値段が高くなったから台無しにしちゃった。 うん、読み手を変ですよね。r インリ r e a d e r s r u、ねまあ、ーパー the Party とかさ、なんかパーティー台無しにしちゃったとかさ、そういうのはよく使いますけどね。Cherish! 大事に、大切に、大切にするみたいなの。うん、値段が上がったから、その分,その分読者を大切に、<laughs> 大,事に大事に、大事に。普通は はい、2番が正解でしょうね。はい、プライスインクリースね。はい、このセットフレーズで、ね、よく使いますので、知っておいてください。インク a s e はやりましたね。インクリ e ス、ディクリースね。まあなんか結構名詞の場合は前で、動詞の場合は後ろにアクセントが来るって言われますけど、そんなことも別にないです。動詞の場合も前でインク d e c r ク a s e っていう人が、えー、多いと思いますね。さっきも見てた BBC でディク a s e っていうふうにね、思いっきり喋ってましたよ。はい、次ですね。Studying to abroad knowledge helped me to knowledge about the world はい、前回とちょっと似てて、はい、同名詞が主語ですね、はい。海外で勉強したよって言ってますから、留学ですねえ。留学が私をこうさせてくれた。こうするのに役立ちました。ですね、ヘルプの語文系ですね。ここ全部動詞入りますからね。で、O と C にはどういう関係が成り立つんですかそう手術の関係が成り立つんだってやりましたよね。だから私が、 こうするよって言って、で後ろに knowledge っていうのが来ていますので,で、目的語に知識っていうのを取るやつを選べばいいです。知識を目的語に取るのはもうこれだけ、原因ですね。はい、知識を得る、ゲイン・ノロジー。 前回も話しましたが、このコロケーションってやつですね、5と5の相性っていうのをいっぱい知っておくといいですよってですね、知識を得るで、gain knowledge っていうのは知っておくといいですあ。留学は世界のね、私が世界の知識を得るのに役立ちましたよっていう文ですね。まあそうだね、やっぱ留学して分かることってたくさんありますからね、自分がね、当たり前だと思ってたことが全然違うなんてことはしょっちゅうありますからね。ディサイド決め、ディサイド knowledge もい,いんだろうね。e n c o u r a g e 奨励する。decline 断るんですか デクラインでオファーとかって、ね、いうのと、もともと下にクライン傾くだから何かが下がるっていうのでも使えますね。c ク i イン2つの意味を知っておいてください。ごめんなさいっていうのとこ下に下がるで、ね。The、number decline ですね。数が減りましたとかね。どちらでも知っておいてください。で、7位値に関してはやりましたね。覚えてますね。そうそう。これ深可算名詞ですよっていうのをやったので絶対忘れないでください。数を得られない名詞で登場すると。スタディアンブラードのこのアブラードは そう副詞ですよっていうのでやましね、Go Approud とかね、これ今までやったこといっぱい出てきますね。あとは、そう、英作文で The World ね、はい、The World みたいなね、スタープラチナ、The World とかね、はい、知ってる人は、ね、知ればいいですけど、<laughs> だつきますので、これ World でだつけないで英作文書いてくる人がいるので気をつけてください。 はい、次ですね。I will study hard at university and なんとか part-time ですね。あこれはね、自由英作にも使えます。ぜひ知っておいてください。一生懸命大学で勉強すると、at、university で、and なんとか part-time っていう風に書いてあって、どうしようすね。set work, w a i t result で、後ろに part-time を取れるのは1個だけです。はい。答えは work, part-time ですね。こいつは知っておくといいですよ。あのね、自由英作で このアルバイトに関してはすごくよく出るんですよトピックとしてトピックとしてすごくよく出るんだけどこのワークパータイムっていう表現使えない人がめちゃくちゃ多いので気をつけてくださいこれ自動車動詞とかってあんまりちょっと考える必要ないですもうワークパータイムで考えてくださいもうこれでアルバイトをするっていうので覚えてくださいでこいつはね意外とまあ厄介なんでちょっと説明しますかここハイフン入れて書いてる人も見ますね これで、はい、アルバイトをするなんですが、アルバイトをするって言ったらどんな表現かますあアルバイトじゃないですか。アルバイトあれは、ね、ドイツ語の仕事っていう意味から来てるやつですけど、えー、和製語です。パートタイムで、そう、パートタイムジョブとかね、そういうので覚えてる人も多いと思うんですけど、まあパートタイムワークなんてね、えー、いうふうに言ったりとか、<laughs> do, パータイムジャブなんていうふうによく言われますね。ワーク、アパータイムジャブにしちゃダメですからね。はい。ややこしいよね。で、さらに見てわかると思いますが、そうです。ワークっていうのは不加算名詞でしょ。それに対して、ジャーっていうのは加算名詞だから、あが必要ですね、はい。この辺のことが間違いやすいので注意ですね。はい。これ、英作で使うときにアルバイトするって言って、これで、ね、3つパッと出せるようにしておくといいですね、まあ。スピーキングテストとかね、ある人はね、こういうの非常によく使いますね。トフルなんかでもしょっちゅう使いますよ、これ。 まあ、で、これさえ知っていれば一瞬で解けるコロケーションの問題だったってことですね。セッ r パー・タイムなんて言えないし、ウェイ・パー・タイム言えないですね。リゾート、パー・ i m e 言えないですね。まあ、リゾートに関しては、まあ、これは長文とかで重要になってきますよね。因果関係を表すものが逆になるっていうので、取材されることがありますので、気をつけてください。 え、長文中で、in を入れなきゃいけない問題とかっていうのが出てきたりするんですけど、result from の方がなぜか有名なんですよ。これが原因でこれが起こるっていうやつなんですけど、ね、だからもう何も考えずあ、result あるからここには from が入るっていうね、因果関係を全然考えないで、パッと入れて間違うっていうのがよくありますので気をつけてください。 Entry visas were, なんとか to the refugees というふうに書いてますね。はい。issued planned mark to import なんですが、えー、なんだかよくわかんなかったらですね、これね、えー、ってなったらですね、まず、受動体でわかんなかったら、そう、濃度体に直してみなさいって言いますね。entry visas ね。はい、visa。学校ですっていうのは、これを濃度体にしてみましょう。そうすると、空欄があって、で、entry ちょっと取っちゃうんですね。visas があって、 はい、レフュージーたちにビザがこうっていう、A to B の形を取ってますね。A to B の形が取れて、ビザ、ビザカードじゃなくて、あの国に入るときのね、ビザですね。と相性がいいのは、そうです。イッシュですね。だったらもう一つ、イッシュは出すですよね。そう、だからビザを出す、発行する。レフュージーたちにですね、この国に逃げてきた方々ですね。難民ですね。はい、難民の人たちにビザを 出すということですねでこれがまあ受け身になっててあ、まあ、過去ですけど受け身になってて、はい、ビザが出されましたよ難民たちにって言ってるわけですねはいという形で元の形を考えてみると分かりやすいっていうのはありますねもちろんもうはいはい知ってるビザスはイッシュー、はい、聞いたことある、はい、コロケーションでもうこれご報こ,これっゃないって言って答えを出すこともできますからねはいプラン計画おかしいですねバーク印をつける変ですねインポーズは気をつけなきゃいけないねインポーズ は、えー、ルールとかですね、えー、そして税金もあるかタックスなんかが来ることもありすねでオン人ですねでオン ここに何か rules ルルが来て、まあ strict rules were imposed on the refugees とかだったら、インポーズが正解になりますね。はい、貸すってやつね。ルールとか税金を人に貸すってやつです。もうこれ、音が問われたりとかするので知っておくといいですよ。今回は to ですから、すぐに一緒を選べなきゃいけません。はい、次です。A trouble like this arises なんとか、time to time ってね。はい、これで、ね、間違いないでね。あ、トラブルが これが好きとかって言ったらもうさ、さようならですね。あたり前ですね、トラブルってきて、ほら、like に、like すとかになってないですね。当然こいつが電池紙だっていうのが分からないといけませんね。大丈夫ですね。はい。このようなトラブルっていうのはアライズしてますか生じる。そうですね。トラブルが生じますよ。time to time っていうので、そう、from time to time ですね。これは知ってりゃ一瞬だよね。だ他のも引っかけたら、ほら、on time 時間通りとかさ、ね、in time とかもですね。 ありますよね。こう、間に合うとかさ、by the time とかね、なんとかの時までにとかっていうのの引っ掛けでしょうね。えー、今回は from time to time を知ってもう一瞬で解くことができますし、まあ from a to b だっていうのをね、知っていればそれでパッと。 答えを出すこともできますでこれで時々っていう表現ですね。まあ、時々表す表現いっぱいあるじゃないですか。sometimes とかね、occasionally、okay, とかさ、once in a while とかさ、山ほどあるんですけど、ここであと押さえておきたいのは基礎レベルとしては、この from a to b っていうのはよく出てきますね。入試問題で。えー、特にここがね、長かったりしてね、和訳問題とか、この a と b がね、だいぶ離れててね、from a to b の公文だって気づかないようにしてるなんていう問題も出てきますので気をつけてください。さらにはですね、国によってこと 異なるとかっていうときに、えー、出てくることがあるんですね。Differ, んでしょう。まあ何でもいいです。The way people eat differs from 何とか国によって異なるってんて言うかします、ね、はい。from country to country みたいな形で国によって異なりますっていうのが出てくるんですけど、こいつ、あれれれれれ、ルールが守られてないよ。あいやいやいやってなりますよね。わかりますか どこが普通と違いますそうこのね fromA toB の形でここ同じのが来てますけどその時今回もまあ,まあタイムタイムで同じの来てるんですけどでそこでほらあもザもついてないですね country まあタイムだったら深さもありえるけどさ country が深さなんてありえないじゃないですか普通数えられますね国境という境がちゃんとあるものですから。 ね、加算名詞のはずなのに付かないですね。そう、ここに監視付けられないよ。あ、付かないよっていうので出題されることがありますので気をつけてください。ね。だから人によって異なるだったら From person to person っていう形でこれも「あ」がついてないですねっていう風に監視がつかないっていうので狙われることもありますのでここは意外と盲点になるので間違い探し問題とかでも問われることがあるので知っておいてください。はい、ということでやっぱりねコロッケーション語法をね 単語の使い方とか相性のいい表現とかっていうのはね覚えていく必要がありますからね全、まあ、知識なんて特にね何と相性がいいかっていうのを覚えていかないと解けない問題山ほどありますからね、はい、きちんとこういった知識も身につけていきましょうはいこの動画がよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは始まりました「空調補充問題」の7回目になりますね今回はですね京都女子大 ってみたいいと思います今回は京都女子やんか。ねまあ、関西の大学がちょっと多くなってますけど、あとね、そうやっぱね、ただ呼び視聴者ね、圧倒的に男性が多いので、ちょっとやっぱり女子にも見てもらわないといけないということでね、えー、やっていきたいと思います。If you have 何とか questions, don't hesitate to ask.Almost any few, most. はいやりましたねだから出るって言ったじゃないそのままですね教えたフレーズそのまま出題されてますからだからきちんとやっておけばいいんですそうですね If you have any questions ですね何か ご質問がありましたらという形で、if 節の中には、any が出てくること結構あるよ、ね。否定文や疑問文ではないですけど、こういった条件の塊には any っていうのが出てくることがよくあります。で、別にそれを覚えてなくても、このフレーズでも覚えていけばいいと。If you have any questions、何か疑問がありましたら、どん h e s i t ask。not h e s i t ask。ね、へ t ていと大丈夫ですか そうそうためらうだからためらわないでくださいねだからお気軽に質問してくださいねっていう表現です。うんはい、言い換えると何だったか覚えてますか hate です、ね、これトイックではもう超品質ですけどさあやったと思いますよ。<え> Feel free やってなかったらトイック講座かもしれない。いや多分やったと思う はい、これ覚えといてくださいね、はい。お気軽に尋ねてください。あとまだ Contact me とかね、私に連絡くださいとか、Call me とかね、電話してくださいとか、よく出てきますね。あおますとやったよね、これもね。Almost、はい、ほとんどね、ほとんどクエスチョンズ。<laughs> ね、疑問になりそうだけど、疑問じゃないものがあったら連絡してくださいですか。Few questions ほとんどクエスチョンズがなかったら、ほとんど疑問がなかったら、お気軽に言ってください。疑問がたくさんあったら、ちょっと気軽には やんないでねっていう意味かな。はい。モーストクエスチョン、ほとんどの、ほとんどの質問があったら、うん、よくわかんないですね。もうこのセットフレーズで覚えちゃえば大丈夫です。はい、いいですね。最も適当な語句ですから、ね、この状況だったらこれもあり得るんじゃないのみたいなのやめてください。ね。そんなんでね、コメント欄荒らさないでくださいね。フレーズで覚えましょう。はい、次。では、スタッフメンバーなんとか job includes night shifts generally get paid more? いいう,うに書いてます、ね、さあ、that,when,who,who's という形であこれは文法でしょうね。関係式がいっぱい並んでるじゃないですか。もういけたんじゃないですか。はい、ここがね、こういうふうに見えたかどうかですね。ここの塊っていうのをどかすことができたかっていうのがポイントになりますね。主節はこっちらですね。The staff members generally get paid more ですね。もっとお金払われるよっていうやつですけど、はい、ここの SV。 文句言われると嫌だかからどうしてお,きますか、はい、お金払われますよっていうこの間に入れるんですが、はい、後ろを見るとそう「j o b っていう名詞が来てますよねこうやつがヒントですで「j o b は加算名詞「不加算名詞」どっちですか前回もやった気がするんですけどそうですね「j o b は加算ですね数えられる数えられる名詞だけど漢詞がついてないねってことは「 そう、監視の位置に入れるキャラクターが正解になるんだ選択肢の中で監視の位置に入る関係代名詞はそう「フーズ」でしたね「えー、フーズ」足す無関心の名詞っていうのが来るんでしたもんね「The と同じ位置に入れて関係詞の役割ができるやつだよってことですねで所有格なわけですよだからスタッフメンバーズの仕事ですね,これねスタッフメンバーズの仕事が ナイトシフトが含まれているとだシフトでねやったことありますシフトって夜中のシフトとかやったことないな自分自身はコンビニ結構長く語れたんですけど大体朝昼夕方だったんだけどでそのシフトで当然夜のシフトってほらみんなやりたくない時間帯じゃないですかだからその人たちっていうのは一般的にはより多く支払われますね普通はそうなってますよね、はいだって同格のザットなんてね取れるキャラは限られてんだっていうふうにやりましたね。 でその他、まあ、関係福祉関係代名詞と考えても無関心の名詞がいることを説明できないですからだから123はダメです、はい、入る要素はありませんスタッフメンバーズも説明しましたよねこれも大事だよっていうふうに言ったじゃないですかそうねスタッフっていうのは集合名詞であるスタッフ is スタッフ are でスタッフ一人一人を数える場合はあスタッフメンバーっていうふうに言うんだよってですね でそれの複数がスタッフメンバーズだって言ってて言るわけですいいですすいいねほら問題ね、これね、一生懸命私ね、こうやって探して選んでるわけではないですからね、もう2020年っつって見て、パーっと見て、あ穴埋め問題だ、よし、これっつって選んでますから、<laughs> それでも教えたことはいっぱい出てくるわけですから、きちんと知っておいてくださいね。ゲッペイドとかね、まあ、フレーズとして覚えておくのもいいですね、支払われる。はい、という感じでした。 You get to know her. I'm sure you love her.、ねはい、これもね、よく出るよね。これはできてほしいよね、はい。説明したと思いますよ、これもね。はいはい、空欄には何詞が入りますそう、これがね、わかんないといけないね。はい、こう後ろね、I'm sure ってきてね、ちょっと B 詞は1個の動詞にしちゃいますね。もともとは B 同詞足す形容詞ですけど、B 詞は that でちょっと t 説取るので、I think that の強い番ですね。こうだと確信してますよって言ってるんですね。 って言ってるんですが、はい、こう svo を着てまあ、ここざっと省略でまあ、新たな sv 発動してますけど、はい、主節の前は塊で副詞でしたね。で、ここ見てみると you get to know her ですね。彼女を知るようになる。お知り合いになります。よっていう風に主語を動詞来てるから、主語動詞を増やすためにはそう。接続詞関係詞が必要ですね。ねで、関係詞はまあ普通はね。 あのエヴァがくっついてるやつを除けば前に名詞がいるじゃないですかくっつくねそうだからここ,こにね副詞の塊のね関係詞取るために何とかエヴァじゃなきゃいけないからね何とかエヴァいないですから今回ねはいでまず接続詞ちゃんと選んでくださいね SV やんだから接続詞を選びますはいイーブンダメですねイーブンは接続詞じゃないですよこいつ副詞ですね何とかさえだから,だからイーブン F とかイーブンゾーだったらね接続詞になりますけどねはい ワンスで,、はい OK、ですねワンスには接続詞の意味がありますねだからこうやつバッチリじゃない、はい、彼女のことを一旦知ればってことですね一旦彼女のことが分かれば彼女のことをよく知るようになればあなたは彼女のことが大好きになりますよ。 っって言って言るわけでですす、はい、問題ないですね「ワンスかつて」っていうね福祉の意味もあったりとかいろんな意味があるので気をつけなきゃいけない「一度」とかっていう意味もあったりとか「TWICE」のファンクラブのことを言ったりとかたくさんの意味がありますので気をつけないといけませんね。はい、続いて3番「ざっと」ですね。だっと接続詞のざっとあるけどこの文頭をね塊で福祉になるってことはないですね。 I'm happy that みたいな形で、ね、感情の形容詞の後ろとかあるからね。I'm surprised that なんとかとかっていうので、仕事動詞は来ることはありますけどね。こんなとこには置けません。Weather も確かに副詞はありますけど、彼女を知るかどうか、知ろうが知るまいが、彼女を好きになる。うんちょっと難しいですね。はい、一旦何々するといいぜ、ね。あと、も最も適切なので、最も適当なですからね。なんか無理やり状況を考えて、 言わないでくださいねはい。最もぴったりなのはこのワンスですね言い換えると何ですかこのワンス多分感覚としてあんまないですね一旦何何するとっていうのを言い換えるとね。多分出ないでしょアズスンアズなんですよこれ A 時典比はね必ず載ってますよ ね、ワンス接続詞の意味は「アズスんあず」って書いてあるんですけど日本人だといったんするとだからこの言い換えが浮かばないので気をつけてくださいはいこれを知っておくことをお勧めしますまあねネイティブにとっても難しいわけまあネイティブは感覚で解いちゃうからささっきもねネイティブと話してたんだけどむちゃくちゃだったこれ全然分かってない,いから言いかえここに入れるにはね <laughs> ワンスはプレポジションになれるからね、全知になれるから。だから、こいつが正解なんだかむちゃくちゃな解説をするな。イーブンはね、接続詞でねとか、コンジャクションで、ね、もう聞きながら。<笑><笑>全然違う。文法用語の使い方。全く違うと思いながら、ね、かっきり聞いてましたけど、そうそう,そう、ね、イティブは本当文法。わかんないんだね頑張って文法用語を使ってるけど、もう的外れなことを言ってることがすごく多いですね。まあ、この辺はやっぱりね、ノンネイティブ文法を勉強してるからね。有利なんですよね。はい。 Excuse me but this is a non-smoking area. Would you なんとか from smoking here って言ってますね。は Excuse me but みたいな感じでよく使いますね。はいすみませんが this is non-smoking area ですかはいタバコ吸っちゃいけないエリアですよ。Would you なんとか from smoking here って言ってません、ね、はいわかればいいのはここですね。from ing の形を取れるのはどれですかっていうやつですはい w o u l ね。 していただけませんかってですね Record、ね、Rec 思い出すとかっていうやつですよね、はい、Refrain 正解、はい、Refrain from ING ですねなんとかするのを控えるとかって言われるんですね。はい。ここは Non-Smoking a r e だからおタ煙草お吸いになるのはお酒におなられておいただけおませんかみたいなね、えー、そういう形になってますねでまあいろいろ引っ掛けの選択肢によく出てきたりするのが Avoid、ね、でね アボイドフォーは何何するのを避けるじゃないですかアボイド ING っていう形を取るしあとはねプリベントプリベントヒトフロム ING じゃないですか だこれと引っ掛けさせようとして出てくることがありますね。特にこれは正語問題が多いかな選択肢によくいることありますね。確かにこのリフレインとプレベント両方選択肢にいるってこともあるし引っ掛け問題でこのリフレインが入るべきところにここにプレベントがいてそれが間違いってこともあるしプレベントが入るべきところにリフレインが置いてあってそれが間違いっていう正語問題も出てくるので、えー、きちんと押さえておいてください。はいリマインドはい、やってましたね 思い起こさせるっていうやつねこれもね。Remind you of the schedule とか Remind you about the schedule っていうふうに、ね、言うことまでこのオブが出てきた時に、ね、間違いないで、ね、なんかね、Remind employees of the schedule とかって書いてあってスケジュールの社員とかっていうふうにね公訳して読んじゃう人とかもいるので気をつけてください。Remind は,い Rem はえー、結構ねトゥーフテを取ることもできるし他にも ザッ説を取ったりすることもできますし、はい、結構狙われやすいキャラクターですね。えー、レジスト、レジスト ING ですね。っ、え、て、ー、いうのでこうするのを拒みますってやつです。リっていうのが反対ですね。シストが立つですね。e x i s トとかね。存在する外に実際あるワオみたいなね。存在してるとかっていうね。 ののでで出てくるこシスすか反対側に立つだからレジスタンス運動とかね世界史に出てくるんですけどそう世界史のやつってねこれね英語のさ意味分かってればさすぐにね把握できるものっていっぱいありますからねなんかみんなね丸暗記丸暗記でやってるんだけどそうじゃなくてあそこに書いてるあ時々アルファベットとかも書いてあるじゃないですか世界史の用語の下にねあそこに書いてある意味が分かると実はすぐに分かるものっていっぱいあるわけですよね。はこれ反対側に立ってるだから 反対している犯行なんだっていうのが、ね、分かったりすると使えたりしますよね。 After long hours of work、ね、長い間働いて、he 何とか exhausted, last night ねはい、last night っていうのが来てるのがポイントだよねこれねほら、助動詞って時間考えなきゃいけなかったじゃん could be, might be, must have been, would be って言って過去の印がついてますから過去のことを表せるのはどれでしょうって言った場合ですね、えー、might be かもしれないは絶対ないですね ウッピーは過去から見た未来とかだったらねちょっとありはするんですけどね習慣のやつは無理ですね覚えてます習慣のやつっていうのはここ動作同士じゃなきゃいけなかったでしょ Would often go fishing とかねそういう時に使うんですよね過去を表すためにはそうですでクッピーってほらできたとかねできる能力があったっていう時に使うわけで疲れるですから疲れる能力があったらおかしいですねそうだから must have ってことハブついてる やつね、はいハブ足す過去分子たったに違いないっていうマストハブ過去分子を選べばそれで正解ですエクしてステ疲れちゃった外にこの息がハーって全部出ちゃって疲れるってやつよねたくさん働いたから。 働いた後で疲れていたに違いないよっていうのはせいかいやらしいよね助動詞の過去形全部置いてさ過去じゃねえっていうねでますと助動詞の過去形ないですからね引っ掛ける気満々じゃんねえという形でそう助動詞っていうのはこう時制絡みでね出題されることがよくあるのでね、はああ全然覚えてなかったっていうなら是非助動詞のとこね見直してみてくださいはいこういった形ね実際に問題演習どこの単元が出てくるかわかんないですからねさまざまな文法事項そして新たに語法ね知らなかった人はこの語法 こをね学んでいってほしいわけですよ。わかりますね。そうなんです。こういう風に実際の問題演習を通さないとなかなか語法って身につけられないですからね。はい、語法の単元ってやるのはね結構ね大変なこともあるので、ぜひね出会っていって知識を増やしていってください。はい、この動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。